はい、皆さんこんにちは。今日は簡単で無料音源でとっても音のいいナムプレイヤーというのがあるんですけれども、そのソフトがアップデートしてバージョン2というふうになりました。音がさらにさらに良くなって、そして使い勝手も向上しました。ぜひ無料ですから使ってもらおうと今日はご紹介をすることにしました。今画面にあるのが国内総代理店さんのサイトです。このサイトも概要欄に貼っておきますので、ぜひここからダウンロードしてください。ダウンロードの仕方なんですけれども、ずっと下の方に下がっていきますといろいろ解説がありまして、ここにですね、ナムプレイヤーの Mac 版、そして Windows 版、そして iPadOS 版という3つがあります。これをダウンロードするのにはメーカーのページに行ってアカウントを作っていただかないとダウンロードができないようになっています。メーカーページへリンクで飛びます。はい、僕の場合はすぐこの画面が出ましたけれども、これが出ない方もいます。はい、ここでダウンロードをしようと思って Windows というのを押してもこんなようなアカウントというのが出てきます。右にフローティングが起こるわけですね。よく見ててください。こういうふうにここをクリックしていただきますとこのような画面になります。僕の方は登録をしてあるんですけれども、ここで E メールなんかを入れていただくとメールが届きます。はい、このようなメールが届きますので、ここで Verify My E メールというオレンジのボタンを押していただきます。そうするとここでですね、ダウンロードができるようになるわけです。このようにキーボード製品なんかが出てきまして、その後に APPS というのが出てくる場合があります。直接ダウンロードのところに行く場合もあるんですが、ここでこれを押していただくとナムプレイヤーというふうになりまして、ナムプレイヤー 2.0 というふうなボタンが出てきますので、これを押していただきます。はい、ずっと下の方に下がりまして、そしてダウンロード Windows and Mac OS もしくは iPhone というふうになりますので、 Windows and Mac OS をすると最終ダウンロードがこんな画面です。そしてここで Windows 版もしくは Mac 版、そして iOS の方はこの QR コードを iPad で読み込んで APP ストアから無料でダウンロードをしてください。ただしこれはiPhone には対応していませんので iPad 版だということに気をつけてください。これをダウンロードしたらスタンドアロンバージョンと、そして VST バージョンがあります。今日はちょっと僕のスタジオ1が調子が悪いのでスタンドアロン版で簡単に説明をします。そしてその後 iPad の方でじっくりと解説をさせていただきます。これはうまくなっていまして、今僕の方では5つの楽器があります。皆さんは大抵4つ入ってると思うんですけれども、このストリングスというのが2つダブっていますよね。僕が追加したからです。これを編集するのは下の鉛筆マーク、こうするとですね、こんなものが出てくるんですね。そしてここでいらなくなったものはマイナスというのを押すと、これが削られるということになります。もう一つ削っておきましょう。これで3つになりましたね。最初の時というのはここにプラスというふうにして、4つの大きな楽器の分類からストリングスを選びます。それでどの楽器を選びますかというような画面になりますので、チェロであったりシンセパッドであったりということで、例えばチェロを押します。するとこのように4つ目が出てくるわけです。このソフトの特徴というのは、今1番と4番がオンになっていますよね。これを左角にボタンがあるので、このボタンを押すとこのようにグレーアウトしたりします。上の方でまた押すとはっきりした色合いが出てきます。
こうなってはっきりした写真が出ているときはオンということです。では一番初めのアコースティックピアノというのがありますので、これで音を鳴らしてみます。はい、アコースティックピアノの音が鳴りましたよね。このアコースティックピアノのセクションの中にも、また先ほどもやりましたように4つの楽器があるわけです。ブランド名とかになっています。はい、上モデル D というようなのがあります。これに変えるとまた音が変わります。はい、このように変わります。そしてこれは一つ一つがレイヤーのようになっていて重ねられるわけですね。これにストリングス、そしてここには先ほどチェロを入れましたよね。こうするだけで2つの音色が、はい、このようになります。そしてそれらの音量バランスというのがここで変えれます。ピアノを小さめにしてストリングスを大きめにする、こんな風にすると、はい、こんな風になるわけです。いろんな音色があります。今はチェロでしたけれども、これをシンセパッドとかいうものにしたりできます。するとこんな音になります。はい、例えばこのエレクトリックピアノとかいうようなところには見えているように、これはフェンダーローズでしょうかね。そんな音色、こんなものがあったりします。ローズのマーク2とかそういうのもありますね。じゃあこれをオンにしてみましょう。そしてピアノは切ります。ストリングスも一度切っておきましょう。ボリュームを上げます。なかなかいいエレピの音ですよね。このキーという方にはまた変わった音も入っています。マリンバというようなものもあります。はい、ボリュームを上げます。はい、こんなマリンバの音もあります。これとストリングスを合わせるというようなこともできるわけです。はい、ちょっとたまにプチプチっと言っているかもわかりません。冒頭に言いましたように、ちょっと PC の調子が悪いので、今日はそんな感じでご勘弁ください。ではこれ実際録音したりとか、そういうふうなことをしたいですよね。もちろんパソコンの DAW でちゃんとできます。 DAW の方にはこのスタジオロジックというような名前のカテゴリーの中にナムプレイヤーというのがあるはずです。自分のプラグインを探すときにはスタジオロジックで探してください。ではここから iPad に切り替えます。これは iPad の Cubase の弟分の Cubasis です。ここにドラムトラックだけは一応仮に入れてあります。例えばナムプレイヤーの音源を入れるときはどうするんでしょうか。ここにデリート、アッド、デュプリケートというのがありますが、ここでアッドを押します。そしてオーディオかミディかグループかということが出てきますので、ミディを選択します。するとヘッダーの楽器の絵を押すとですね、こんなような画面が出てきます。通常キューベーシスに入っている音源を選ぶんであれば、
こんな感じでギターだったらこのようにギターになりまして、早速弾いてみるとギターらしくないですけれども、こんな音が鳴ります。もうちょっとわかりやすいブラスセクションですね。これでこれはブラスらしい音が鳴りました。こんな風にキューベーシスの方では簡単にできるんですけれども、でも実際はサードパーティー製品を入れた時に選ぶのはこのリストブラウザというのを押すとこのようになります。そして今は純正のマイクロソニックというのが入っているんですけれども、ここを押すとオーディオユニットとかに切り替えれます。この中にナムプレイヤーがあるわけです。そうするとさっき PC でお話ししてたような画面が出てきましたよね。もうちょっと領域を大きくします。はい、このように一番上まで上げることができます。まあそれでもですね、モバイルというのはこの辺が狭かったりしますけれども、まあでも1から4まで今入っています。今はピアノが選ばれていますのでピアノの音が鳴ります。はい、そして今度はですね、先ほどと同じようにストリングスをオンにします。そうすると2つが重なるわけです。はい、今僕は iPad の鍵盤を弾いているんではなくって、外に付けた25鍵のキーボードで弾いています。こんな感じです。このキーボードがちょっとでも邪魔だということがありましたら、上の方に3本メニューがあります。ここでですね、小キーボードとかいうのを押すとキーボードをなくすることもできます。これは何気に便利ですよね。僕の方は iPad を使っていますので、マルチコア処理するのにここをオンにしておけばより軽快に動くと思います。クローズします。音が鳴ることは分かりました。ではこれで簡単にレコーディングしてみましょう。録音ボタンを上のところで押すとですね、録音が始まります。1小節のカウントがあって始まります。上手に弾けるかどうかは分かりませんが、適当に弾きます。はい、このように弾けたわけです。ここにちょっとゴミのような音が入りましたね。ちょっと消しておきます。これでまあまあ綺麗なところに入っていますけれども、クオンタイズをしておきましょう。はい、このように選択をしまして、ここで16分の1でクオンタイズします。はい、これでまずまずに入ったんではなかろうかというふうに思います。じゃあこれで聞いてみましょうか。もう一度。はい、こんな感じにクオンタイズがきれいにできました。そしてこのソフトのもう少し細かいところなんですけれども、かなり細かいことが設定できます。例えばこのピアノを選んでいる時にはここで4つのパラメーターがあったりとかですね、これは皆さん好みでいじってみてくださいね。そしてエフェクトとかいうのがありまして、一つ一つの楽器に対してですね、その楽器にもよってなんですけれども、ここにはイコライダーであったりですね、フランジャーであったり、マスターの方にリバーブをどれぐらい送るか、いわゆるここリバーブのセンドマスターということで、いわゆるセンドリターンリバーブ、これをここで入れることができるわけです。じゃあちょっと一つイコライダーを
高い音にしてみましょう。ループをしておいて聞きながら動かします。メトロノームは切っておきますね。例えば低音を上げます。上げすぎてドラムみたいになってます。フランジャー入れてみます。リバーブ強くします。はい、このように一つ一つにはスイッチもあります。そしてここに鉛筆マークがあるんですけれども、ここに今ないエフェクターも追加することができるんです。ピンポンディレイをここで追加してみましょう。そうしましたら、ここにピンポンディレイが入っていますよね。これ今オンになっています。ですから音が変わった音になります。はい、最後の最後までフィードバックかかってますね。まあここまでするのは全然良くないですけれども、皆さんに効き目を見てもらうために強くかけてみました。そういうふうにエフェクターが一つ一つの楽器にあるわけです。そして違うエフェクター足したいなと思えば、このようにエフェクターがいろいろあるということです。そしてマスターです。マスターのところにはこのようにディレイ、これですね。そしてリバーブ、そしてマスターのイコライダーがこのように入っていまして、もちろん切ることもできます。そしてこちらはコンプレッサーです。こんなような細かなことができますし、そういう細かい設定はめんどくさいわというような方はですね、上にプリセットがあります。ここでプリセットを選択すればいいわけです。するとプリセットが選ばれて、そのような音が鳴ります。はい、エレピの音ですね。ずっと下がってみましょう。 FM ポップバラードというなんかがありますよね。これはこんな風な選択ができたりします。いわゆるファクトリープリセットというのがあるわけです。はい、もちろん自分がやったものを記憶したいときは、このユーダープリセットをしておいて呼び出すこともできるようになっています。はい、先ほどドラムを先に入れてありましたから聞いてみましょう。ミキシングもできます。感じでですね、何せ音が良くって操作性が簡単ですから、ちょっとしたメロディーの楽器を入れたいなとか思った時に使っていただくのがいいんではないかなと思います。今日は新しくなったナムプレイヤー、完全無料ですので皆さんも使ってみてください。それではまたねー。